国勢調査春日井市実施本部から国勢調査についてお話しさせていただきます。私は実施本部の伊藤と申します。よろしくお願いします。今年平成27年10月1日を調査基準日として国勢調査が全国一斉に行われます。国勢調査は日本の人と世帯の実態を明らかにするため、日本国内のすべての世帯を対象として5年ごとに行われる調査で、我が国における最も基本的で重要な調査です。9月上旬から調査員が調査書類をお渡しするため皆様のお宅を訪問しますので、調査へのご協力をよろしくお願いします。国勢調査の結果から得られる男女、年齢別人口、世帯構成、産業別などの人口のデータは、国や市などの社会福祉、防災対策、雇用、環境整備などをはじめ、あらゆる施策の基礎データとして利用されています。このほか、民間や大学、研究機関などで広く利用されています。今回の調査から、パソコンやスマートフォン、タブレットの端末からインターネット回答ができるようになります。オンライン回答の方法は、はじめに調査員が配布した ID 番号などの利用者情報を入力していただきますと、回答の画面が現れます。その画面に調査項目のデータを入力し、パスワードを設定して回答データを送信していただければ、そこで回答が終わります。オンライン回答はとても簡単ですので、皆さんオンライン回答にぜひご協力をお願いします。国勢調査は統計法という法律に基づき、我が国のすべての世帯にご回答いただくこととなっております。公正で効率的な行政を行うための基礎資料として、正確なデータを収集するため、日本に住むすべての人世帯について漏れのない正確な回答が必要です。皆様、国勢調査へのご協力をよろしくお願いします。もう一つ皆様にお願いがあります。春日井市では国勢調査を成功させるために、調査員として調査業務に理解と熱意を持って携わっていただける20歳からおおむね65歳の方を募集しています。調査員の主な仕事は、調査員説明会への出席、担当する地域の確認、調査についての説明と調査書類の配布、調査票の回収、調査票の整理と提出などです。仕事の期間は8月中旬に1回説明会に出席していただいた後、9月上旬から10月中旬まで実際の調査業務を行っていただきます。また仕事の期間中は、総務大臣から任命される非常勤の国家公務員として活動していただき、国の基準に基づき調査世帯数や担当する地区の数に応じた報酬が支払われます。国勢調査調査員についてさらにご興味がおありの方は、国勢調査春日井市実施本部までお気軽にお問い合わせください。皆様、よろしくお願いします。